始まりますな。北斗神拳と南都政権の戦いが。李白さん、あのレイという方が使う南都政権とは一体？天空に二つの極星あり、それすなわち北斗と南都。経絡飛行を突き、内部からの破壊を極意とする北斗神拳を陰とするならば、外部から突き入れ全てを破壊する南都政権は陽。その南都政権の中でも最も華麗な技を持つ男、なんと水長拳のレイ。この戦いは壮絶なものになるでしょうな。むごいことをするものです。何のことでしょう？レイさんに胸に七つの傷がある男がエデンにいることを教え、彼がエデンに来るよう仕向けたのはあなたなのでしょう？ユリアさんの従者であるはずのあなたたちにとって、ケンシロウは憎むべき存在なのですか？いずれわかります。貴様が北斗神拳の男か？名は何という？ケンシロウ。俺は、なんと水長拳のレイ。これが何かわかるか？いや。最初は純白だった。ウェディング用のケープだ。今では俺が倒した男たちの返り血ですっかり汚れてしまった。これは妹のアイリが結婚式につけるはずだったもの。こんなご時世だ、いい女ほど高く売れる。俺の留守に村を襲った奴は両親を殺し、アマツさえ幸せをやっと掴もうとしたアイリーを連れ去ったのだ。俺はその男の顔を知らぬ。ただ父が息絶える前に北斗神拳を使う胸に七つの傷のある男とだけ言い残した。答えろケンシロウ、貴様がアイリーをさらったのか？知らん。俺ではない。お前はそう言うだ。だがな、その胸にある七つの傷、その傷がある男を俺はずっと探していた。そして貴様は北斗神拳の使い手、もはや言い逃れはできんぞ。どうやら何を言っても無駄なようだな。いいだろう、かかってこい。だが奥義を尽くさねばこの俺は倒せんぞ。俺はお前を倒さねばならん。
だまだ。無駄なあがきはやめろ。北斗、骸骨剣。まだまだ。八門九段。